はい、皆さん、病院で軽度のうつ病と診断された制作者です。もう皆さんご存知で、動画を作る必要はないのですが、昔の動画を置き換えのために作りました。どうせこの動画も1ヶ月で4桁もいかない再生回数が著しく少なく、生産性がない動画なようなものです。さておき、このチラシはイオンモール大高店で制作者が7月29日にもらってきたものである。少量なのか2階の占いのアリーナ前しか置いていない。7月10日に正式タイトルが決まり、もう目新しさはないのですが、このチラシの裏に鳥山先生のコメントが書かれています。では、読んでみましょう。皆さん、ブロリーって知っていますか？昔のアニメ映画にだけ登場したとんでもなく強いサイヤ人で、デザインだけは僕が描いたらしいのですが、当時アニメにはほとんどノータッチでしたので内容はすっかり忘れていました。そのブロリーですが、未だに日本だけでなく海外も大人気だそうで、そんなことから今度の映画はブロリーにしませんかと担当者さんから提案されました。当時の映画を見させてもらって、アレンジ次第ではかなり面白くなりそうだと感じ、早速ドラゴンボールスーパーのシリーズに組み込んで話を作ってみました。ブロリーファンをがっかりさせないように、昔のイメージを意識しつつ、新しい一面も加えてリニューアルし、より魅力的なブロリーになったと思っています。もちろん凄まじい戦いを見せるだけでなく、悟空、ベジータ、ブロリーの3人がどのような運命をたどって出会うのことになるのか、そしてそこに大きく関係してくるフリーザ軍とサイヤ人の歴史も書いており、とてもスケールの大きな、そしてドラマチックな内容になっています。あの最強のサイヤ人ブロリー登場、僕他にもまだまだファンの皆さんが喜ぶ内容をいっぱい盛り込んでいますので、期待して完成までもうしばらく待ってちょ。鳥山明。鳥山先生はブロリーのことを忘れていたのか？知らない人はいないと思いますが、ブロリーというのはこういう人物である。この映画の前売り券でこの特典がついてくる。もうないと思いますが、全国で各5万個を用意、5万個用意。あんなジャークです。鳥山明先生ってどういう人？僕、原作者の鳥山明です。僕の家は名古屋でして、当時は名古屋に住んでいましたが、現在は清洲市です。今ではすごい豪邸に住んでいらっしゃいます。